静かに時計の針が止まって窓からぬるい風とともに来たる待ちることを忘れた愚か者たちのよ枕吐く声が君に囁いたらお化けが出るぞ耳の後ろあの夜が踊るお化けが出るぞだけど割とそこまでは悪くないお化けが君を連れて見えぬ世界の遊ぶお化けはいるぞだけど生きた人よりは怖くないような目にしな Yeah.